はい、どうも皆さん、つばです。18日目、やっていきます。だいぶ来ましたね、18日目と。で、昨夜はですね、ものすごい、すごい、コソドロみたいな真似を働いたんですけど、カティアさんがすごい、カティアが、さらにちょっと状況が悪くなってるみたいですね。なんで、ちょっとまあ、さすがにバンテージを巻きましょう、カティアさん。かわいそうなんで。まあ、空腹だが助けてあげたい。で、まあ、怪我もしてますよ、と。パブル。カーティアのこと心配してますね。これ確実に恋に落ちてますね、お前。こいつ、家族持ちのはずだったのに。ブルーノさん。ネズミだろうが、ハトだろうが食うからって。もうすげえ腹減ったよ、みたいなこと言ってますね。なんか、えらい更新されてるな。まあ、これ更新は一気に。下の方にやりますんで見てください。さあ、ということで、やっていきましょう。ブルーノが飯食わせろって言ってるね。頭の上に出てたね、今ね、思いが何か食わせてくれって。で、カティアさんが包帯を巻きますよと。包帯巻いてまたベッドに持ってください。またちょっとサード状態になってるね。あ、こう、罠に引っかかったみたいですね。で、パブルもじゃあちょっとこれ飯食いましょう。マルコさんは、お休みください。まあでも言うて、十分かと言うと不十分なんですけどね、飯は。ブルーノさんは、あ、これを使えるんだ。腐った食べ物、肥料用の。これ使って、ネズミを捕まえよう。で、調理しよう。肉がある程度溜まったんで、まあ、調理しましょう。で、まあ、パブルが、そうか、結構、いろんなものが溜まったんですよね、トレードで。これを失念していた。まあ、ちょっと中作れるか見てみましょうか。で、ブルーノが、キッチンに行くついでにラジオ聞きましょう。ムーンシャインスティル。これは3メーター。3メーター作っちゃえばいいもんね。で、あとは、これだ。ワーハーバルワークショップ。もう作れますね。ハーバルワークショップ作っちゃうと、アルコールディスティーラーが作れなくなるのか。まあ、でもハーバルワークショップ作っちゃおうか。まあ、これはここの部屋に行こうか。でも、ブルーノさんは、ラジオを聞いてもらいましょう。タバコが再び、どういうこと？タバコが再び街に出回り始めたと。なんだかよくわかんないけど、まあ、密輸業者の、まあ、兵士たちだのがそこにもたらしたんじゃねえかみたいなこと言ってますね。でもやっぱり空腹と病気は蔓延してると。あとはなんかないかな。まあ涼しくなってきましたよと。そう、ヒーター作らなきゃいけないんだよね。ヒーター作れたっけ。ブルーノもものすごい疲れてるね。ヒーターはコンポーネント不足か。やっぱりコンポーネントなんだよね。何はなくとも。今ちょっと行けるとこ限られちゃってるのが厳しいよね。誰か来た。二人連れだ。I need help か。でバーターじゃないから。じゃ、ちょっと、この、パブルの仕事が終わったら行きましょうか。燃料がないのか。燃料がない。なるほどね。これは？タバコが作れる。バンテージは？これムーンシャインステリオ？ピュアアルコールか。あ、そういうこと。ピュアアルコールが必要になるってことなんだ。なるほど。ホームグロウのタバコ。なるほど、なるほど。なるほど。コンポーネントが必要なんだ。まあ、とりあえずパブルは行ってみましょうか。何事じゃいと。いやー、燃料か。そうか。じゃあ、やっぱりマルコが家に、どっかの家乗り込んで、斧で持って、ぐちゃぐちゃにいろんなもん壊さないとダメだね。
また君たちか。また砲撃が、私たちがドラ、なるほど、わかりました。シェルターを改築したいよと。なんで、手伝ってくれと、まあそういうことですね。まあ手伝いましょう。パブロさん行ってらっしゃい。バイオグラフィーが更新されてる。まあ、助けられてよかった、みたいな話ですよね。まあ、この男ですもんだよ、ブルーの。あいつらを助けることはねえよと。俺たち自身で、の、に、を助ける必要があるよと言ってますね。本当にこいつ、クソですよね、ブルーの。本当に。まあ、マルコさんはやっぱ消防士なんでね、まあ、助けられてよかったよと言ってますね。そうか、燃料不足か。燃料はでも、斧担いでどっかに行けばなんとかなるからね。まあ、肝心の斧の方の耐久度が。まあ、でも大丈夫かな、これだけあればね。なんで、でも水を作っとこうか。せっかくだから。水を作りましょう。ムーンシャインスティルはどうなんだろう。砂糖は有り余ってるけど、水も結構あるんだ。でも、ムーンシャインスティル、食事もしなくちゃいけないからね。難しくなってきましたね。コンポーネントですよ。何はなくてもコンポーネント。今ちょっといけるところが少なくなっちゃってるのがきついですね。これがまた戻ってくれば、こっち側としてもやりようはあるんですけれども。まあ、なので、パブルさんも行っちゃいましたし、今夜はこれまでですかね。じゃあ、一日を終了しましょうか。やっぱり行けるところはすごい限られちゃってますね。なんで、アバンダンドコテージ、今回は行きます。アバンダンドコテージにマルコがスカベンジ、カティアさんはベッドに寝てください。ブルーノさんがガード。ということで行きます。まあ、ブルーノさんはちょっとベリータイヤなのが気になるけどね。まあ、行きましょう。まあ、ここは危険はないんでね。斧だけも担いで行くことしましょう。でも、家具バンバンにぶっ壊して、行きましょう。こうやってね。これもネズミ、こうネズミもさ、食べられないのかな？このネズミを殺して肉持って帰りたいよね。やったね。このフューエルが大事なんですよ、フューエルが。こっちから開けられるでしょ。これなんで今まで開けてなかったんだろう、僕は。この止めてた木材ですら欲しいんだけど。ネズミ、このネズミ襲えないかな。ね、このネズミ食べたいよね。まあ、こうですね。これも破壊できる。で、まあ、燃料を取りますよと。これで木材もついでに取るから、木材も燃やしちゃっていいですしね。これから涼しくなるって言ってるから、ストーブも必要になるだろうし、コンポーネントが本当にな、必要だな。これも、これを、まずはこっちは矢探しなくちゃ、荒らさなくちゃいけないのか。で、これぶっ壊して。いいね。で、燃料を取って帰って、木材はまあ置いてっちゃっていいか。何があったっけ、これ。コンポーネント、コーヒー、あ、ハーバルメディスンじゃん。木材じゃあ置いて、ハーバルメディスン持って帰りましょう。確か学校にもやれない木材があるんですよね。エレクトリックパーツね。ちょっとスペースがもったいない気もするけど、まあ、それぞれ持ってか、本はでももういいか。本結構持ってるからね。なんで木材持って帰りましょう。というわけで、これでおしまいですね。じゃ、帰りましょう。コンポーネントがなかったのがね、参っちゃうけど、まあ、しょうがないですね。さあ、では、まあ、静かに燃料を得たんで、まあ、翌日ようやく食事ができるということになりますね。
それでは今回はこれまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回。